はい、どうすけです。バリューパーティースーパースターズ、ノラの方とやっていきたいと思います。ツイッターで募集したんですけどね、時間帯がクソすぎて集まりませんでした。はい。で、でんでん虫さんはね、視聴者の方なんですけど、それノラでね、入ってきてくれましたね。お二方が、知らない方とマッチングしてます。さあ、ステージがほら、でんでん虫さんおるやろ、右上に。デイジーの方が視聴者の方なんですけど、スモールゲーマーさんとヒロムくんはですね、知らない方なんで、ノラの方、ノラの方もですが、いい感じですね。まずはよろしくから入ってるもんね。ということで本日フリパーやっていきたいと思います。フリオパーティーね、フリパー。さあ、活動ピーチのマーセケーキ選ばれてますんでね。で、俺何番手やろう。3番手ぐらいかな。どうやったかな。あ、そういえばキノピオのモノマネみたいなあったんやけど、説明してたから忘れてしまいましたね。まあまあいいや。よし、行こう。ガッコン。さあ、まずは悪い女はスモールゲーミング、わーっと A をしましょうか。さすがにハプニングマスで当然のようにマイナス5点という形。やめて言うとこ、やめてやめてみたいなのあんねんけどな。ちょっと久しぶり当たった。やめて、これ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 やめて。さあ、ねんねむさんうまい方やんな。ポコン。10番ですから、これは、おっと、ラッキーマス、おめでとう。優しいな、ヒロムくんも。うわー、でかすぎやろ。初手から20枚確定ラインかよ。俺もちょっとでかい出目したいな。ピーチのバースデーケーキって周回コースやからね。ほら、こうヘッポコマスしてる場合ちゃうの。ハプニングマス来い。よし、なら許そう。ハプニングマスで仕掛けてヒロムくん引っ掛けるわ。てか、このステージ先手有利すぎやろ、これ。先に仕掛けれるの有利すぎひん。後手で仕掛けたところでやねんけど、これ。よし、まあいいでしょ。やばばば。ヒロムくん、さ、ここは3か2かやったっけ。じゃあ3当ててくれたら、やった、よし。当たり。当たり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 、よし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 。ごめんね、言うとこ。野良の方、あんまり敵まず怖いですからね。よし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 、ごめんね、謝っといて。やったって喜んでいく。もうやったって、もう一回やって、もう一回奪ってくれんって。めっちゃいいやん。さあ、2対2でミニゲーム。何やりましょう。シーソーでコイン集めか。危ないトゲトブヨ、これ俺めちゃくちゃ得意ですよ。ジャンプでかわすやつやろ、これね。ジャンプでこうかわすんですよ、これ得意。さあ、俺マリオやな。スタート、どっちマリア。左回り。ふっ、せーの。うわー、久しぶりすぎてやばいこれ。おい、いや、みんなうまいな。やっぱレベル高いっすね、今やってる方って。レベル99やったもんな、全員。はいはい、連打ゲーなるからね、最後の方。これ連打ゲーなってるから、これ。うわー、もう間に合ってへんねんって。だって着地からフレーム入力でジャンプしなあかんやん、そんな。強すぎやろ、悪い字これ。割と頑張ったんやけどな。いやー、これちょっと悔しい。打つわ、今の悔しすぎる。くっそ、今だって相手に20点与えたってことやもんな、10枚ずつ。さあ、これまた仕掛けるつもりか。いや、くそ、ヘッポコマス生座りですね。なんもないからね。おっしゃー、これ一旦スキップしたのと一緒やからな。パスやから。ほんまにそれだけはやっちゃいかんって言われてるんで、このゲーム。青マスのなんもないところに座るの。あー、うまい。いいなー、お疲れ。いいなー、ほんま。めっちゃええやん。さあ、マリオタイム来てましたね。ここはだから、パックンかかったらあかんから、4と5だけはあかんぞ。もうー、助けてやめて。うわー、取りすぎやって。もうこれミニゲーム勝たれんかったらスタースルーするやん。さあ、ヒロムくん9番。ハプニングマスですが、コインがありません。コイン足りませんので飾れません。さあ、ミニゲーム、ここまたヒロムくんと俺ペアか。ノットペアですね。4対4。
お宝フィッシングで勘弁してくれ。よっしゃー、よかった、助かった。よかった、よかった。これでね、釣りで、これどうやって、こうやって、ビヨーンってやんねん、これな。俺、こんな感じで。これやったら、自分で取ればいけるから。よし、チャンスや。人と対戦じゃないから。えい！遠方のやつ！おっしゃ、ぐるぐる巻くねんで、これ、リールを。リール巻く、リール巻く、ぐるぐるスティック回して、よし、くるくるくるっとしといて、もう一回行きます。せーの！あ、デイジー、お前、それ、人のやつやん。ちょっと待ってな。よし、この、よし、しょうもない一枚取った。その、お宝袋狙ったんですけどね。中盤の狙い方がわからへんねんか、これ。中盤どうやって狙ったらいいの、これ。手前狙おうか。えい。おし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 。手前の10枚ゲットして、で、次、奥側、間に合ってくれ。あ、これ間に合うやつか。デイジー、お前、俺もうまいのにさ。これ、一番右の人有利じゃね？どこ行くね、どこ行くね、マリオ。うわー、どこ飛ばしてね。時間ない、時間ない。ちょ、どこ行こう。あ、もう、奥やったもんだけど、これ掴んでも間に合わへんぞ。急げ！マリオ！マリオー！間に合わへん、ほらもう。でも1位は1位やなんすけどね。いや、ちょっとデイジーに手柄取られたな。て、俺上手かったな、これ。なんとかバトン繋ぎましたね。いや、お宝フィッシングのおかげで、なんとかその、スターをスルーするっていうクソプランは、回避できたから、やったやな、これは。嬉しいわ。さあ、みんなコインが多いというパターンか。でも、ヒロム君に関してはコインが10枚ですからね。大板でやん。うわぁ！これスター飾るんか？どっち飾るんやろ？ 30 いっといたらどうや？あ、さすがに行かへんねや。行ったらスター取れへん可能性あるもん。いや、先手有利すぎやな、これ。デイジーがもうこれ先手でね、走ってって、しかもワープブロックとか買われたらもう負けやで、これ。10とか出されて。3か。おっしゃ、クソイポコバス生座り。隠しロックは？なし、オッケー！ちょっと追いつきたいよな。ここはあんまりしょうもない出目引いてる場合ちゃうぞ。おっしゃ、7、OKOK、OK。しかもハプニング回避。回避したらあかんのか。逆に座った方がいいな。うわー、ヒポマス。あー、隠しロッコイ。あかーん。4番。おー、タブリングマス。嘘やろ、よっしー。全部ハプニング座ってあるやん。大丈夫？ここまで走って2枚っていうね、かわいそうに。ハプニングボーナス狙い、いいことか。ノスカルボール行く？ノコノコゴロゴロ、これ難しいのな。相手が強いからね、難易度高いよな。よし、行こう。スタート！まあ、左下スタートなんで、左下にこだわって、上に傾けてあげて、こうやな。残したらあかんからな、これな。残さないように。よし。まあ、割といいねんけどな。お、誰か上がったな。よし、うまいな。3まで。オッケー。よし、うまかったね。ちょっと左借りたん、あれやな。俺得意なプランじゃなかったな。もうちょいいつも違うやり方やもんね。これやられたわ。さあ、ですが、ヨッシーがスターをスルーするという可能性ありますからね。これ12枚やから。スルーしたらもう泣きそうやもんな。特にテレサとかないですから、このステージは。いかに堅実に取るかっていうとこなんでね。さあ、クソイっぽくます。生座り、隠しボックなし。7番。買い物まで行かれてしまうのか？買い物まで行かんといてほしい。ワイプブロックされたら負けちゃう。やばいやばいやばい。これ買い物行かれたら終わる。7、買い物ギリギリ手前ぐらいやな、多分。さあ、デンデムシさんが先手。買い物手前やな。そうやな、買い物手前。よし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 。で、ヘッポコマスやからちょうどええわ。マリオタイム。ちょっと出目伸ばしたいな、ここな。もう一旦パスかよ、ここで。ほんなら、よし、10出せ。4！ ラッキーマスか？
ヘッポコマスか。いやー、これ4位のラッキーマスやから、これめちゃくちゃいいの出ますよ。うわー、ビッタリサイコロか。じゃあこれあれやな、1とか2とかわざと選ぶ可能性あるな。次のターン、ミニゲームの結果次第では。さあ、落ちこパラソルか。いや、はい、ポーズですね。これは真ん中取るやつやな、パンチとかしてね。おっしゃ、いこう。さあ、これは10秒で襲われるやつだから、ここでまず殴り合い始まるからね。最後の最後でポーズ、土台に寄ってるやつの勝ちやから。ロケ、うわーっと、どうだ。マリオポーズ決めてるけどダメだー。マリオのポーズが一番いいポーズやねんけどな、これ。俺の勝ちでいいやろ、これ。やられたー。まずいまずいまずい、完全にもう支配されてるゲームが。てか相手ほんま強すぎねんけど。ミニゲーム俺まだ買ってなくない？タイムフォーワルイージー。4番、まあまあといったとこやな。いや、これ俺ね、あのワープブロックの餌にされたらもう終わりやからな。これヨッシーどうすんねやろ、ぴったりサイコロ切んのかな。さあ、そろそろ隠しブロック出ても文句言えない。あ、よかった。何番出してくるやろな。3番のラッキーマスもいいなーと言うけど、まあいいか別に。もうなんかあの、あかんわ。相手が外れろって願ってたらもう精神的に持たんので、もう何も考えんとこ。もう自分だけに集中した方が良さそうやわ。もう勝手にやらした方がいい。あ、しかもワープブロックじゃなくてぴったりサイコロにしたんや。キノコをゲットしていく。いや、強いな。暴走状態やもんな。マリオさん、俺さっき1出たから多分今回は1は出ないと思いますね。3、何これ。俺もうこのまま退場ちゃう、もしかして。もうちょっとほんま隠しロックは。俺もうこのまま何もせず退場していくんちゃうか、ほんま。スルーすんの。スルーしたよ、スタースルー。ピーター最後使わへんかった。あーあー、なるわ、そりゃ。フィロム君はまあ、一旦目スルーで考えたんか。ボーナスミニ業務とかいう概念あんねんて。さあ、回すの来い、回すの。もうそういうやつ、うわあ。フラフラでレコードですから、これ逆に進むやつやな。逆に進んで、パンチとかできねんで。音符取るやつやね。これ俺割と得意かもしれんぞ。お、よいしょ。奥行きが難しいのな、これな。判定上の。これ、みんな取れてへん。奥行きが。よいしょ。はい。うわー、むずい。これ、逆やからね、操作が。右入力したら左行くってやつやから。お。よいしょ。ほい。危ない。よいしょ。オッケー、どうだ。おお、よっしゃ、1個リードした、1個リードした。やった。いや、これボーナス2ゲームだからでかすぎるぞ。ここで買ってったな、俺。ちょっと返したな、今までの悪いところ。でかいでかいでかい。よし。で、ここでちょっと出目をね、出さないとあかんわ。もう後手後手になっちゃってるから、もう周回せずに終わるみたいな。周回コースやのに、一瞬も回りなく終わってしまうぞ、このままだと。嘘やろ、ハプニングマス。あー、くそ、ハプニングマスって面白かったのにな。まあ、これはキノコか生か。5番。さあ、ここは強制的に10コインを支払わされるというステージなんでね。何が当たるかどうか。上ルートの方が楽やけどな。上ルートの方がもう一回さあいけるもんな、コイン取られるけど。当たり、当たりは下ルート。
ハブリングマス、さあ、どうする？これどうする？ 30 仕掛けるんちゃう？ 30 いってよー！ やめてー！ スター奪えんのやばすぎやもんな、これ。うわー！ これはやばい。スター奪われたらもう終わりやもんな、こんなもん。ぴったりサイコロとかで絶対に返しなあかんってやつやからね。おっしゃ、5万。やっとスターゲットした。ここまで長かった、ほんまに。よし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 。とりあえずスターゲット。やった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。隠しブロック来い。隠しブロック今回出えへんな。どっか行ったみたい。さあ、ヒロムくん、7番。あ、ラッキーマスやな。ダブルサイコロで加速狙い。4位でのラッキーマスやから、当然20コインとか、ものすごいの出ますから、ほんまに。20コインとかいかない。10コイン、今でもでかいな。1対3か、4対4。1対3でミニゲーム行きましょうか。ええ、打てんな。あれ地獄、デンジャラスですね。これはまあ、コインお互い取ろうよっていうやつやからな。飲まれないように、吸い込まれないようにするだけなんでね。で、できればその巾着袋。イソギンチャクを取りたい。スタート。流れに逆らうとこれ飲まれちゃうんで、流れに逆らわずに取るってのは大事。よし、うまい。今のうまいな、俺。ちゃんと走り込んだやろ。逆らわずにしれっと巾着を取るっていうのがコツなんで、ね。大層分回すわ。あ、巾着来た。おー、しないしないないっす。俺今、大外分回ってるんでね。いいよ、いいよ。巾着来い、巾着。巾着来たぞ。巾着、もうないか。外、外回して。あ、どうだ？ 27 枚。強いな、これ。巾着めっちゃ取ってるやん。27枚が3人に配布されるっていう。やったーやけど、これでもどうなんねやろ。みんながコイン、もう次やで。クッパマスとかでさ、クッパ革命されてしまうよ、こんなの。ドン。5番。え、みんなそこ、ラッキーマスかな？みんなそこのラッキーマス座っていかはるな。ワープラックスやんな。ぴったり最後なんや。このステージ、お前、いかにワープするかどうかと思うんすけどね。みんな意外とワープ人気ないな。7コインで勘弁しといて、ほんま。キノコとかやりすぎやから、ほんま。デイジータイム。うわ、これはでも無理やな。もう一個仕掛けるのは無理や。コインがないから。さあ、アイテムで、ぴったりサイコロしましたね。何行く？ 10 番で走り込み行ったな。周回ボーナス当然あります。あ、回避したかったんや、パックも。回避して、青。で、隠しブロック出ないか。あ、なしやな。俺はアイテムがないので、お走っていくしかないね。5番。ハブリングマスだけやめて。あ、終わりました。最悪です。やったー。最悪。イエスちゃうねん。もうこれで負け確定じゃん。負け確定ではないけどさ。買い物ボーナスがもうアイテムボーナスがもう絶対無理やん、こんなん。あそこのハプニングマスだけはほんまもう取り消しレベルで言うぐらいに鬼畜やからな、ほんまに。廃止してくれ、そこのハプニングマス。いや、買い物ボーナスゼロはひどいで、ほんまに。当たり。さあ、おーっと、チャンスマスだー。さすがにこれスター決めるチャンスだよ、ヒロムくん。チャンスタイム。
コインにしといたらどうや。20枚。マリオマリオマリオ、わあ、うますぎやろ目押しが。もう、マジかよ。いや、まだ諦めるな。橋筋はあるはずや。行くぞ。こっから後半戦。ドッカン戦車ですね。これとりあえずまあ身を守るしかないけどな。また攻めこそ最大の防御ということで。いった。早くデイジー倒せ、誰か。デイジー早く倒せ。ヨッシーとやり合ってる。まずい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 、連打勝負やこれ。距離詰めたろこのまま。すげえすげえすげえ、みんな HP1 しかないからさ。連打勝負始まってるけど。おっしゃ、飛んだ。えは、何これ、急に爆発したんやけど俺。意味わからへん。どうやっとんの。うわあ、どうだ、引き分けちゃん。え、うますぎひんそれ、2人で1位取るの。はあ、どんな調整しとんねん。いや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 、まだチャンスは、まあスターの数ではね、あのまだチャンスあるんですけど、あのボーナスが取れないのよなこれ。さすがにクッパルート行くよなこれ。これ逆にさ、クッパルート行かんかったらさ、デイジーに食われんちゃうか。これクッパ行かないと悪いじゃやばいぞ。食われるで。クロウが来ないとまずいこれ。あー、だってもだってことは、デンデムさんの罠に届くか。ほらで、ほらデイジー喜んでるやん。あー、かわしてる、かわしてる、ちゃんと。しかもレッドモーラス取られた。まずいまずいまずい。これなんかラッキーマスとかでキノコとか取らんとほんま周回できひんもんな。わーっと、もうなんか5でも散らかしてくるよなこれ。絶対散らかしてくるよな。それでもあれやんな、デンデムシさんがコイン取れなかったらフレームになるからね。19枚やから。マリオタイム。さあ、アイテムなしですから、もう生でサイコロ振るだけのゲームになってるからね。4番。あ、なんかあるな、あれあれ、でも俺のやつやから、あの植え替えが成立しますよねこれね。これ俺のやつなんで、植え替えや、植え替え、植え替えさせてくれへんの。あ、言ってくれた言ってくれた。よっしゃ、交換しよう交換しよう。そうそう、植え替えたい。そう、植え替え成立した。よし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 。コインもらった挙句の果てに植え替えましたね。達成つないだ。ハプニングボーナスも扱ってます、間違いなく。よっしゃ、ただこれヨッシー持ってないもんな、スター。なんならクッパマスでクッパ革命しろ。2、1番。クソヘッポコマスやな、怒ってるんじゃう。うん、これは何が出るか。1対3か。1対3でミニゲーム、何いきましょう。コロコロペッティング。コロコロペッティングは一人側がね、大体いつも負けます、プロじゃない限り。これほんま粘り込む人あんまり見えへん。上手い人はね、なんかすげえ連打してカタ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 っていくねんけど、なかなかそういかへんから。さあ、悪い字どうやら、あ、トイレ行ったかと思ったけど、そういうわけではないんや。行きましょう。スタート。さあ、早い早い、悪い字早い。追い込むわ。よし、わずかに。うわー、ほら早い。これ、転がるのは早いのな、上手い人って。詰めよ詰めよ詰めよ。よっしゃ、踏んだ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 、よっしゃ、でかい。やっぱ取りがむずいよなこれな。しっかりとコインを加算していく。よっしゃー。あ、これでデイジーがあれか、逆に確定したんか、スターが。タイ
タイトル悪いじアイテムピッサイチャンスマスか。いや回避するつもりやな俺のマスを。チャンスマスってことは目押しのプロか。いや逆にここだってスター1個奪うとかやられてもまだ俺パックンがあるから大丈夫やで。チャンスタイム。はっ、いや適当、マリオだけやめろ。もうだからなんでやねん。はあ、意味が分からへんけど、ほんまに嵐行為やんけ。そのなんか自分目押ししてさ、スター奪うんちゃうんかい。なんで勝手に俺のやつあげとんねんお前。変なやつやな。うわぁ、所有権俺やのに勝手に売り飛ばされたんやけど。なんでそのチャンスマスで俺2回も食らわなあかんねん。マリオタイム。いやいやいや、7番ラッキーマスくらい来てくれや。おっしゃ、サンキュー。あー、なんか、あ、トリプルサイコロ来い。10コイン。お疲れ言われてんねんけど。あ、ほんまにお疲れなんちゃう？あ、悪いじ。あいつ、うわー、もうあいつ切断しやがった。くっそ。あいつわかった。多分、もう、お母さんに、やめなさいって言われてゲーム。もう時間やねって言われたから、最後にチャンスタイムで嵐切断したんや。変なやつやな、ほんまに。変なやつすぎる、ほんまにもう。え、あ、よっしゃ、連打で間違えよった。よし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 。台仕掛けたらいいのに。いや、だからチャンスマス行ったんや。だから連打やったんや、チャンスマスが。最後に嵐行為して退場しようっていう。変なやつやな、もうなんかあの、何もせず退場すればいいのにさ、何か爪痕残そうとしてくるっていう。変なやつすぎる、もう嫌やもう。おっしゃ、ラッキー。はい、かわしていく。悪い、ちょっとコンピューターやからな、これ。履歴行為の可能性ある。うわー、デイジー頼んだ。おー、オッケー、ナイスナイス。もう、はい、悪いじゃん、どいてあげてくれ。デイジーに任せた方がいいよ、これ。うまい。おーい、ヒットやな、さすがにそれは。逆に真ん中すぎたな、今な。逃げ側が。さあ、これにより、どうなるかやな。一応、まあ、あの、ワルイージとかが、俺のパックにはまればチャンスはありますが。1番、クソヘポコマス。デイジー、これキノコ使うやろうな、さすがに。まずいな、かなり勝ち筋が薄い。まあ、ここはね、一応あの、ラスト5体イベントがあるんで、チャンスはあるかな、まだ。金の土管取れれば。ラスト5イベントで金の土管くれ、頼むわ。これで3枚目やからね。か、俺もぴったりサイコロでチャンスマスすべきなのかもしれないな。で、スター交換でデイジーから全部奪うみたいな。キノコ。アイテムボーナスかもデイジーやからな。勝ち筋はちゃんとおった方がいいわ。さ、そこのラッキーマス好きやな、みんな。半額とかにしといたらどうや。ダブルサイコロ。まあいいわ、コイン当たらへんかったらいいからな。デイジーにコイン当たらなければ OK。ちょっと走りたいね、ここ。走りたい。ラッキーマス来い。ノットだ。生ザイコロ。2番。クソヘッポコマスやな。特になんもなかったな、このターンは。ボーナスミニゲーム。行きましょう。
なんや、ペンギン大行進か。アメフリパックン、これを勝率めっちゃ高いで俺。これ俺めちゃくちゃうまい、いつも勝つのよ。これほんまうまいよ。いつも何気なく勝ってるから。あんま負けた覚えがない、このアメフリパックンに。悪いし、でかい。赤、悪いし、ずーたいでかすぎた。緑の光が俺やな。お。よーしょ、トロップ当たりたくないね。当たってもだ。トロップ見てられへんもんな、これ。あ、これ雨見とかなあかんから。いって。全員トロップ直撃。どうやろな、これは、ギリギリかどうかって言ったところやと思うわ。伸びろ。ギリギリったやろ、多分。そうやねんな、ギリギリってんねん、これ。実は。いつも何気なく勝つのは俺やから。よっしゃ、ボーナスミニゲーム勝利でかい。しかも、ラスト5ターンイベント俺やから。ほら、20枚足しても俺最下位やからね。ここで金の土管で勝ち筋追いたいな。金の土管からのワープブロックとかいろいろ、コンボいろいろあるんで、ここで選ばれなかったらもう厳しいかなっていう。頼む。誰や、クリボーか。マリオ勝つ、よし。さあ、金の土管来い。何がだ、俺サイコロじゃん。まだマシじゃん。ありがとう。もらえへんよね、マシ。あ、決闘とかもあるな。決闘としても意味ないな。レイジー、コイン持ってないもんな。さあ、タイトルはレイジー。10番。周回ボーナスと。おっと、決闘か。うわー、やばい。全書きするんじゃん、これ。え、どうなん、コンピューター。うわー、コンピューター即決全掛け。はぁ、これヒロム君大チャンスやね、これ。あえてコンピューターの、多分あの達人とかちゃうで、多分あの強いぐらいじゃない。強いか普通かやから、これ勝てるで普通に。ヒロム君絶対、ヒロム君勝つやん、こんなん。超ボーナスタイム来たやん、ヒロム君。でもこれミスする可能性あるもんな。コンピューターやから多分ね、7回ぐらいは飛ぶと思うのな。で、そっから7回ぐらい飛んだら吹っ飛ぶから、それまでヒロム君が凡ミスしたら危ない。あ、大丈夫そうやね。お、悪いじ、うまいな。で、どっかで負ける調整入ると思うんだけど、コンピューターですからね。7回飛んだ、もうこの辺からさ、システム上飛ばないとさ、達人になってしまうやんか。いや、うまい、うまい、うまい。おいおい、いいよ。うわー、あ、すごいすごいすごい、楽しそうやな。こんな長いあのクルリンクロックあんま見たことないよ。悪いし、達人なんか、あんた。あなた人間に見えてきたわ。うわー、挑戦入ったな、さすがに。頑張った方やな、これ。普通にあの人間より強かった、多分。いつもこんな長くないもんな、クルリンクロック。これでコインボーナスよし、確定やからな。うわー、いらんことされたな。コインボーナス取りたかったのに。デイジーで、これでデイジー上ルート確定やから。あ、上ルート行かれてしまうんか、逆に。上ルート確定でパックンかからへんな、これやと。うーん、勝ち筋が薄いな、マジで。どうしたら勝てる？で、これで上ルートで、まあ、コインがごっそり持ってかれるんで、レンデム君機能停止やな、これで。機能停止はそうなんすけど、3枚持ってるから。さあ、なんだ？うわ、呪いサイコロ当て、与えてもだな。じゃあ、ダブルサイコロ下手に切れないな。俺にかけられてしまうわ。ラッキーマス、座り込み。やめろ。オッケー、7コインやったら届かない。よし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 。10コインやったら危なかったけど。で、ここで俺使えないから、もう生でいいの当てるしかないな。ダブルサイコロ取りたいな、こう、ラッキーマスで。ゲット来た。うーん、まあ、かけないのが一番ベストかな。
ここデイジに与えたらあかんから1枚とかでいかん。デイジに与えたらあかん。これマイケルで8枚でも大丈夫やから、ここちゃんとしなあかんよ。勝ってもおらえへんからさ、やったらあかんのよこの試合っていうのは。あーこれか、ジャングルスターズか。よっしゃ、ジャングルスターズやろう。いや久しぶりやなこれ。どうやんだかな。せーの、ぴょいぴょい、こういうことやな。ほい、ここ確かこれいけんねんな。そうそうそう、いけるかいけへんかをちゃんと判断しないと終わるっていう。ふっ、これいけんじゃん。せーの、ここ、せーの、せーの、ここ、ワン、ツー、スリー、ここに行かれへんねん。で待ってから、せーの、ワン、ツー、スリー、低め、どうだー。はい、俺の勝ち。わずかに、やったー、2枚。なんじゃこれ。ラッキーマス、よし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 、トリプルサイコロ20コイン。いやでもそれでもコインボーナス揃かへんもんな。ヨッシーと決闘しないと。10番。あー決闘届かずか。3人決闘とかならんのか。いいなさあこっからやな。デイジーに勝たしてはいかんぞ。ホバーボードレーサー、了解。これは大体引っかかるから俺読んでいこうかな。ゲージマックスしたら引っかかってまうんだな、これな。安定で5ゲージで止めた方が良かったりするのな。とりあえず最初加速して、連打で加速加速入れて、こんなもんにしとこうか。引っかかったらあかんもんな。お、いや当たるんかい、まずい。次当たったら負けや。いてれれ、なんでやねん、勝手に右に戻らんといてくれる。お、狭い狭い。いや、え、勝手に右に戻る、なんやこれ。あかん、なんやこれ、どないなってんねん。あかん、全大ヒッチュやすごいタイムが出る。あかん、ダメだ、勝手に戻っていくわ。再開や、終わった。マジであかんわこれ。プロコン使い込みすぎてもうスティックバグってんなこれ多分。俺のせいかもしらんけど。さてこれでラスト4ターンしかないからもう何もできない。10番あれまた決闘するつもり。もうだからええよねまたヨッシーも金もらえるぞこれは今度は1コインとか言い出した。なんなん、さっき全額ノータイムでやったくせに。中身人おるんちゃうかこれ、コンピューターと見せかけて。ビリキューコースターちゃうか。あー、ギリギリ中へ久しぶりやなこれ。1年ぶりに見た気がするこれもっと無理かもしれん。ギリギリ中へとかいう概念めっちゃ久しぶり見てんけど。絶対ヨッシー勝つやんこんなん。ほらこんなんギリギリ中へはやばいやろ。てか背景綺麗やなこれ。なんやこれ、これもっと出してほしかったな。なんか最近見てなかったから。うわー、いいね、すげえ綺麗、銀河が綺麗やな。背景に着目してますけど、悪い字も何してるか分からへんもんな。グルリンクロックあんなうまかったのに。なんなんやろ、コイン1枚やったらもう手抜くとかなんか。さっきコイン70何枚かけた時めっちゃ強かったのに今回手抜いてたよな。195枚、ラッキーマス7コインゲッツか。まあ、デイジーこれ自分に呪いサイコロかけるかな、もしかしたら。そうした瞬間俺がダブルサイコロで突っ走るわ。オッケー、自分にかけろ。
これで俺がフリーになるから、その瞬間ダブルサイコロで、え？あえてそっちにかけさせるということか。2番、うわしかもちょうど手前。だけれども別に意味はないのか、うん、ダブサイで早く行った方がいいな、買い物とか。5、3番、いやほんまに引き悪いな俺、なんでなん、引き悪すぎやで。さあこれで1枚ゲットするが、もうチャンスマスしかないな、これはもうチャンスマスやわ。スターをデンデムシさんから奪うしかない。隠しブロックはこれないもんな、だってもうクリアリング済みやもんね、この辺。ダブルサイコロ起動、そういうこうサイコロが消えますと。2番、結局呪いサイコロのままか、ほぼ205枚はすごいな、しかし。で、これでスターに変換して、ヒロムくんまでまだ勝ち筋はある。一応ね、2枚差までやったらボーナスで、2枚ともボーナス取れば勝ちあるからね。例えば、ハプニングボーナスとのんびりボーナスとかなんかそういうやつやったらチャンスあるから。組み合わせ次第では。4対4のミニゲーム。ミニゲームボーナスはもうきついよな、多分な。こっから全部勝てばワンチャンあんのかな。ミニゲームボーナス取れるか？これ俺得意やで。これ俺いつも勝つわ。これ負ける気せえへんもんな、別に。みんな苦手やけどさ、俺得意やからさ。負ける気せえへん。お、よいしょ。空中ボンバー。高いアタックのやっぱ優先されるんで。高いアタックしなきゃ。お、一回避難します。ふっ。おっしゃー、完璧。奥行きが難しいからな、これ。ミニゲームボーナス狙いでいくわ、こっからは。ミニゲームボーナスかつハプニングボーナスのダブルガチ両刀でいくわ。もうそれしかない。スターを取る方法ってあんのか、こっから。3ターンしかないからもう無理やんな。2番、まあ、一応ワープブロックでっていう手はあるけど、次悪いじゃん、1引かなあかんもんな。あ、デイジー、よし、デイジー買えない買えない買えない、よし。え、なんでダブルサイコロ使わへんの？これダブルサイコロでゾロ目っていう概念ご存知じゃない？ゾロ目で10コイン取ったらスターゲットですよ。さあ、アイテムチョップ。ぴったりサイコロ買うな。これあれやんな、ぴったりサイコロ買わなかった。でもダブルサイコロでかわされるかもさんのか。下行け、下行け、下、下ルート、よーし、下ルート、オッケー。下ルートやったら俺のパックンがおるから、一気に大逆転の可能性出てきた。さあ、自分のとこや、これは。これは自分のとこですわ。8枚。一応チャンスはあるな。どうしてやろうかな。もうだから、なんでなん、ちょっと、買い物できない。うわー、ダメだ。でもあと1ターンがあるから、次のターンで買い物しよう。それしかない。オッケー、逆にのんびりボーナス取れるんじゃないかな。いや、アレージの方がどうか。アレージの方がのんびりなんか、もしかして。さあ、これでフラワーくじ。フラワーくじ、これあれやな。あ、あかんか。トリプサイコル買われたらもう無理か。上ルート行ってくれと思ったけどな。ワンチャンワープで奪い取るみたいな。なんならもう下ルート行ってくれ、なんなら。下ルート行って、下ルート行って。おめでとう、おめでとう。下ルート。オッケーオッケーオッケー。下ルートで、パックにみんな行った方がいいわ。トリプルサイコロとはいえ、外す可能性あるから。オッケー。さあ、これでまだ、みんなあそこの、下の方おるからチャンスはある。1対3でミニゲーム。あっち向け、こっち行っち。これはまあなんとかするしかないな。かわしきりたいな、ミニゲームボーナス狙ってるから。
デイジーに負けたら痛すぎるからな。ピッポッパッピッ。オッケー、かわしていく。ナイス、いい笑顔ですよ。5回かわさなあかんからな。右決め打ち、あぶね。うわー、最後、あ、最後まで変えれるから気をつけなあかんな、これな。最後にパパってされるわ。正面でカード切ります。オッケーオッケー、いいよ。最後までぐる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 ベロベロした方がいいのよ。ベロベロおかしいよ。ベロ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 、オッケーオッケー、そう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 、こうした方がいいのよ絶対。最後までやらないと危ない。上上上上、右左、よし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 、勝ったか、勝った、よっしゃー、やりましたね。これでまあミニゲームボーナスしっかり圧かけていく。こっからやな、なんかスカターンする可能性あるからな、一応2ターン。6番、6番はどうだ、俺と決闘か。あ、決闘したところでやもんな。もうコインがもう変換されてしまった、スターに。これ悪い字優勝あるんちゃう、これもしかして2枚目やろ、これ悪い字優勝見えてきたな、これ。うわー、出番ってわけか、俺の14枚やれ、14枚。もうなんでやねん、お前。意味わからんて、ちゃんとやって。あとやってないのがあれやんな、回転のやつやんな、回転のあのクルリンクロックのやつやんな。これ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 マジ難しいから。さあ行きますか。これ相手を凝視するっていう手があるんですけどね。まあ一回自分で探してみようか、奥行ってみよう。あ、外れ、あ、いきなり外れ確定なんや、厳しい世界やな。これ負けたくねえか、これ大丈夫。あ、ここやな。あ、これこっちが正解、こっちが正解、左やな、これここやな。ちょ、悪い字まだ乗らんとって、そこ。よし、あ、これこっちやな、これ合ってんじゃん、これだって回るやろ、回る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 、来てくれ、くる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 、よし来た、よし、いけた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 、よーし、やったー、めっちゃ手こずったけど。これ相手がプレイヤーやったらな、凝視してみたいなのあんねんけど、凝視して最後の直線勝負みたいなのあんねんけど、コンピューターやからね、自分で探さなあかんね。さあ、でんでん虫さん、ここはどうするか、ダブルサイコロ切ってくるか。いかがでしょう、サイコロ、生サイコロ2番ですから、レッドボーナス狙いか、やばいな。マリオタイム、ここはアイテムのところまで。6番、抽選会までいける。あ、これあれか、トリプルサイコロ売ってるから上ルート来たらいけんじゃん。これトリプルサイコロ上ルートでスター変えるわ、いけるいける、上ルート行こう。これ上ルートだって2分の1やから。オッケー、抽選会までいけた、よし頼む、上ルート来い、お願い、もうもう左、上ルート上ルート、クッパ出てきて、当たれ、ベロー、なんでやねん、どないなる、これやばい、これ赤いやつやな多分。あ、ケット、おっしゃおっしゃ、あ、おっしゃ、全額全額全額だ、よし、コインボーナス、これでまだワンチャン出てた、コインボーナスのチャンスが出てきた、これで、これ買ったやつがコインボーナスだから、これやらなあかん、もうやるしかない、頼む、なんかあれや、ビリキューコースターや、残ってんの、きたー、これは俺得意、よっしゃ行こう、きた、シュンシュンシュン、ビリキュー来るぞ、この辺かわしたい、かわしていく、ビリキュー来る、かわしていく、
あ、食らう。え、よし、食らってない。嘘やろ。プロ負け。よし、食らってないわ。負けた。まずい。よし、食らえ。あ、食らってない。負ける。やめて。あ、終わった。ありがとうございました。取り残されました。これ大丈夫？これ大丈夫？これ大丈夫かな。286枚。何これ、これやばいやつ、もしかして。いや、ヨッシーからスター奪えばまだ勝ちじゃありますよ。俺のやつに引っかかれ。116来い。6、よし、611。9、あー、ダメだ。どうしよう。あ、なんか食われろ。うわー、300枚到達した。交換するんか。やばい。どうしよう。もうトリプルサイコロ使わない方が良さそうやな、これな。次のターンで、これでミニゲーム入っていって、1対3でミニゲーム。とりあえずデイジーよりかコイン多くないとあかんから、まず絶対条件として。ゴールデンゴール、ゴールデンゴール、これきついかな。勝てないかも。でも勝たないとデイジーに負けちゃう。さあ行こう。せーの、よし、引きつけた。うわー、ナイス、悪い字。せーの、よっしゃ。うわー、クロスバー直撃。うわー、しないっす。よし、せーの、左蹴るわ。あかん、息が合ってない。うわー、ダメだ。あかん、悪いじゃん、お前ボール遅すぎん。わざと遅延してないそれ。ナイス。もう間に合わへんで、真ん中蹴るしかない。やらん、ホロン、よっしゃー、間に合った。0秒、0秒ゴール。危な、悪いじゃん、お前バラ加えてる場合ちゃうぞ、ほんまに。よし、一応勝ち筋としては、ハプニングボーナス、ミニゲームボーナスでギリギリ勝ちか。っていう感じですね。勝ったかもわからんね、これね。4番。レッドボーナスは悪い字が取ってくれる。でも、ボーナス2つ取らん。よし、デイジーなんか、ヘッポコマス引っかかれ。ダブルサイコロでマリオのやつに引っかかれ。ほんなら俺その瞬間優勝や。ありがとう。お先言うとくわ。使うよな、使うよな。よし、それで中途半端になんか変な引け、変な引け、変な引け。4141、44。うわ、大丈夫か、まずい。あ、これちょうどかな、ちょうど俺のやつじゃん。ちょうど当たり。あー、1超えてる。惜しい、マジで勝ったかと思った。いやー、ギリギリ。あかん。ってなると、なんや、チャンスマスか、狙いはか。トリプルサイコロで殴り込みで決闘とか狙いに行くべきか。いや、ダメだ。もうチャンスマスだ。9番、チャンスマスか。なんならクッパマスでもいい。クッパマスボーナス、よし、よし、でかい。クッパマスボーナス、ビリじゃねえかって言ってスター5000個くれ。5000個おかしいか。でかい、クーパーマスボーナスというチャンスないだ。あかん、クーパー革命、クーパー革命、クーパー革命な。分かってんな。よし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 。さあ、これでデイジーとのコインを並びかけました。チャンスあります。でかい。次のミニゲーム俺が勝てばデイジーのコイン上回るから。よし、お前いつまで奪われとんねん。いや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 、すごいすごいすごい。狙い通り、完璧やな。完璧な立ち回りを見せた。9番、やめとけよ、変なに引っかかんなよ。オッケーオッケー、もうそれで引っかかん。いや、でもハプニングボーナス、これ並ばれたかもしれんな。
飾らない。最後やもんな。最後だから俺悪い人とチーム組むことになるから。よし、お前もか。できれば悪い人と組みたかったかも。あ、よっしゃ。でもこれ勝てば、勝てばまだチャンスあります。負けたらもう負け確や。めちゃくちゃ気合締めていくしかない。もう絶対に負けられないミニゲーム、これ。勝ち筋がなくなってしまうやつやから。ふっ、やばい。せーの、せーの、いけ、それずるい。わー、よし、頼む。ヒロム、ヒロムのおっちゃん、おっちゃん、いいとこつけた、いいとこつけた。そうか、ヒロム君も絶対負けられないんだこれ。ヒロム君、もうそうやで。ヒロム君、頼む君、落ち着いて。ヒロム君、ナイス。よっしゃ、勝ち筋つないだ。さあ、ヒロム君と我々はまだ勝ち筋があります。これでボーナス2つ取り、総取りすればいける、いけるいけるミニゲームボーナス、ミニゲームボーナス、まずミニゲームボーナスいこう。あ、終わった。ヒロム君だ。あかん、終わってもうた。え、これヒロム君もう一個取るんちゃう、ハプニングボーナス。うわー、すげえ、ヒロム君優勝やマリオとヨッシーやろ。ヨッシーな、うえへへへへんな、アホな最後のミニゲームでヨッシー勝ちよったから、それで優勝やってさなんじゃこれ。すげえな、ヒロムくん。え、マジですごい。それはいや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 、そんなわけな。ほら、でんでん虫さんびっくりしてもてるやん。あ、拍手拍手、よっしゃ。こんなん当てはありましたね、そういえば。やばい、時間切れる。急げ、ゴールド、ゴールド、よし、ゴールドいった。3人でゴールドいったな、すごい。拍手とかありましたね、野良やからこれ。あ、拍手してる。ほんで、あ、写真撮った。結果発表か。今回はなかなか厳しい戦いでしたね。マリオさんは良いという結果でしたが、数多くクッパ祭りに泊まっておらずね、クッパに立ち向かう勇気は1でした。大健闘でしたよ。3321でしたね。ボーナス見ていきましょう。657、何それ。ほら、ミニゲームボーナス俺やったと思うね、多分。ミニゲームボーナスとクッパマスボーナスやったら俺が優勝してたからね、なんなら。ほら、クッパマスボーナス取ってるんで。ミニゲームボーナスとクッパマスボーナスやったら優勝だったんですよ。勝ち筋俺残してたから。で、ほら、のんびりボーナスにご注目。俺ちゃんとのんびりボーナス取ってるから、結構筋あったんですよ、ね。のんびりボーナス、あとだから、ボーナス誰や。買い物ボーナスがデイジーとヨッシー。相手ボーナスがデイジー。あ、デイジー、あ、ランニングもデイジーやな。これはほぼデイジーが勝つ試合やったな、これな。で、レッドボーナスが悪いじ。ハプニング6か、ヨッシー。それは俺届いてないな。てなわけで、まあ、スタンプの数優勝でしたね。これだけなんか一人で盛り上がってるみたいになっとるやん、これ。ではご視聴、ありがとうございました。